前期型ロードスター後期型ロードスター Z3 は、ドイツの自動車メーカー BMW が製造していた、クーペ、またはオープンタイプの乗用車である。アメリカ合衆国、サウスカロライナ州に完成した工場にて製造された、初めての BMW 車であった。1台限りで生産は終了した。本校では主に、日本に導入されたモデルについてもべる。Z3 は、 ライトウェイとのオープンカーとして1996年に登場。BMW としては Z1 以来の2シーターオープンカーである。外観デザインには長島ジョージが携わっている。後にクーペボディを追加。実質的な後継車種は Z3 生産終了の翌年から販売されている Z4 だが、開発は同時期に行われておりまたクラス的には Z4 の方が上位となる。 プラットフォームを BMW3 シリーズコンパクトと共有する派生車種であり、それはコードネームに E36 が入っていることからも見て取れる。ただし E365 はさらに旧世代の e 3 0系3シリーズをベースとしており、3シリーズとしては3世代後となる E46 の販売時期とも重なるという稀なケースであった。このため BMW では リアサスペンションにセミトレーリングアーム式サスペンションが用いられた最後の車種である。日本では1997年に導入されてから毎年のように小変更が繰り返され、エンジンだけをとっても数多くのモデルが存在する。E36-7 はロードスター、E36-8 はクーペのモデルコードである。特徴、気候グレード一覧。ありがとうございます。